中野ちゃんのピアノ90の水槽の右側にガラスタイプ奥の方にありますよね。はい、あります。これ右側左側なんですけど、はい、ちょっと壊しますけど。すいません。かっこいいな、これは ADA のフィルターです。かっこいいな。で、まずフィルターのお台掃除してる時って、はいはい、コンセントへ。止めますよね。止めますよね。で、一つずつ取るんではなくて、パイプも一緒に取っちゃう。はい。で、パイプ外す。はい。パイプ外す時とか苦労してますか？パイプ外す時苦労してます。なんか一本の方は少し遊びがあるんですよ。なんでこう動かせるんですけど、もう一本のはきっちりかっちり設計しちゃって。あ、じゃあそれはもう直した方が2本持って、フィルターを持ち上げられたら持ち上げて。で、こうですね。で、これ取る時っていうのは無理やりこうひねったりとかじゃなくて、一回もう。ここまで癖ついてますよね。ついてます。ホースに。ついてます。これを一回もう、ちょっと押しちゃう。内側に入れて。グッと押して、離れた感触が手に伝わってきました。そしたらもう抜いて。ああ、簡単に抜ける。で、洗って元に戻すときは。この癖がついてるところ以上には。いかない。やんない、無理やり入れないで。それで、フィルターもボーンって、でそこで土台出して、水もたっぷり入れといて、シープ水を、で洗って元に戻したんですけど、で再始動するとき、見てたんですけど、もう消防署だった。本当ですか？再始動するときって、あと AI も蓋開けるとき、あれダブルタップ開けとかないと開かない。なんか真空状態になっちゃうみたいな感じだから、全部開けた状態で開けるんですね。そう、タップをコック開いておいて、スッて取れますから。で、気をつけるのは中のオーリング、持って戻す時オーリングはしっかりと。そして再始動するときは給水の方だけ、まずかけて。で、この前のA5の再始動の時に、水が出てこない、出てこないって、まだ水が入ってなくて空っぽなんで、空気が、水がずっと溜まるまでは出てこないんで、ここはもうずっと水が満点になるまで待って、口で吸って、水呼んじゃうんですよ。今、水の中に入ってるんですよね。吸ってるなんかね、満水になってたらで、いずれここ出てきますから、ちょっと吸うだけでいいんですね。ちょっと吸うだけでいいですよ。あ、出てきた。で、これをこっちにやれたわけですよね。じゃあもうこれ、そうか、なるほど。洗ったパイプをはめていけばいいんですけど、すぐに再始動しちゃうと中でスラップとかおでがちょっと動いてますから、洗ってすすいでても汚れつでやっぱり中に残ってる。それがもうブワーッと出ちゃいますから、一回。なるほど、ちょっと出してあげるっていうのと。そう、この状態でスイッチ入れて、一回十分に中の汚れを出してあげた方がいいですよね。ちょっと揺らしてあげて、揺らすと今度は空気も抜けますから、中にエア噛んでるとなんかブスブスって当たって、なんか薄い系水の通しをよくしてから持ち上げて、そしたらね、あ、やばい助けてって言わなくて済む。もうね、一人でね、本当にあれめちゃくちゃ動画でぐらいですけど、実際はもうめちゃくちゃ一人で焦って、もう一人でこんなんなってたらあれで、まあやばーって思って。じゃあ楽しんでみてる人多いと思います。ぶっちゃけで、本当ぶっちゃけでいい。そうですか。可愛い。ちなみにアクア歴はどのぐらいなんですか？まあかかって次としたら始めて、まず最初趣味で始めたんですか？そうです、影響で。なんで影響ですか？影響とか親戚の影響で。おー、あ、そうか、シェアされてる方がいらっしゃったんですね。あ、自分やったらやってみたいな、部屋にあったらいいな。へー、そういう時ってでもこういう例えば水草レイアウトみたいな感じじゃないですよね。昔はもう全然これソルトがないし砂利の時代なんで。ソルってなかったんですか？もうあんまり使ってなかったですね。砂利が当たり前です。金魚さんみたいな感じですか？そうなんだ。なんか水草がプカ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 抜けちゃうとか抜けちゃうんですよ。抜けちゃうんです。はい。ね、どうしても抜けちゃうっていう人は、ピンセットで水草ね、こういう感じでつまんだベストボーイですよね。そうしてます、そうしてます。はい。で、ピンセット開きます。開くと穴が開いちゃうんで一緒になってます。そう、それです。それです。それで新しい時って、ちょっとこういう感じ。はい。まあいろいろありますけど、こういう感じでこう入って、で開いてちょっと揺らしてって斜めに抜けると収まっていただいたり、あともう上手、スコッて開いた、上手。こういうふうに掴んでもいいんですけど、こういうふうに掴んだ場合には、こう斜めにいっちゃう。で、こう抜いてるとこの部分が上から重みかかりますから、そこは抜けないで、後からこっち縦にやって。上手。こう斜めにいっちゃって、ちょっと斜めに入れて、開けばいいですね。開いてちょっと揺らしてやって。すごいわな、こうやってやっぱり赤いですけど、こういうのってなんかやっぱ入れてるんですか？入れてます。赤い葉っぱって見ますよね。はい。で、なんか光に強いところで赤くなる。本当に先のとこだけ少しほんのり赤いかなぐらいの気持ち、赤いかなみたいな近いところで赤くなりますよね。人間のこう日焼けと一緒。ちなみに何入れてらっしゃるんですか？これだ。赤系水草の発色、やっぱ鉄分なんだ。一個一個が綺麗なんだよね。かわいい。めっちゃ切ってます。やっぱり有形さなんで、光だり明かりですね。もうちょっと上の方にしてみようかな。これはもうちょっと増やしたいなと思ってたんですけど、どれですか？水温系どれですか？ADA のですね。はい、そうです。どれのモデル？90プラス8ミリ。ちょっと一応確認しますね。すみません。この前のフィルター掃除の時に割りまして。いかがでしたでしょうか。アクアフリーへ行ってみた続編。ちなみに先頭にある 120cm メイン水槽は開店当初、天野社長と長くお仕事をされていた方に出向いていただき初期セット、またその後担当スタッフの方に定期的なメンテナンスをしていただいた、とても思い入れのある水槽だそうです。そのためかこの水槽を大きくリセットすることをせず、開店から約4年が経つ今も部分的にソイル、水草の入れ替えをしながら維持しているそうです。そんな優しい人柄が詰まったメイン水槽が出迎えてくれるアクアフリー、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。